ます。おはようございます。甲子園欅散歩道マギログ動画、はい、今日も甲子園欅散歩道をご参考したいと思います。はい、よろしくお願いします。今日もマギーと、はい、守衛官の鎌田です。先生でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今日はここどこですか。甲子園駅東口です。あ、先生これ阪神電車。そうです、阪神電車の関係。ということはもうすぐ目の前が甲子園球場。甲子園球場。まだ置いていきますか。行きましょうか。釣るかな。そうですよね。いい季節です。春がやってきました。ちょっと分かりづらいけど。あそこに甲子園球場がある、はい。甲子園球場のすぐ目の前。はい、はい、目の前です。阪神電車甲子園駅東口。はい。はい。はい、で、ここから近いんですか。はい、近いです。もうすぐ、はい、左に向かっていただいたら。はい、本当ですか。なんか横に見えるのあれ、炭鉱、炭鉱案内。炭鉱案内所、ちょっとだけ覗いてみますか。はい、はい、はい、はい。こんにちは。こんにちは。観光案内、お名前を聞かせていただいていいですか。甲子園観光案内所の高木です。高木さん美人ですね。いやいや、甲子園の駅前にはこんな美人がいてるんですね。はい。観光案内所。入ってあっさり流したね。いやいや、ほら、宮田も。あ、宮田もいてます。はい、はい、かわいい宮田。ここは、なんかいろんな道案内だけじゃなくて、いろいろしてくれますね。そうそう、宮ゆかりのものを。ちょっと、戻りちゃいますか。はい、ちょっと動かしていただきます。お邪魔します。みやちゃんグッズとかノートとか作ってる。あ、もう手やっと、サイダー持ってる。なんか2つグッズ増えましたね。そうですね、ちょっとグッズも増えまして、ね、西宮はあのお酒の街なんで、あのあえてお酒もたくさんあるので。あ、ほんとや、お酒、はい、うん、みやちゃんグッズ。みやちゃんですよ。え、いつの間に。ほんまや。ほんまや。これはレアモンですか。もちろん、もちろん阪神タイガーですね。阪神タイガーさんね、そらそらそら。去年の10月から宮田のお酒も始まりますけども、去年の坂村のメッサーズの時に来て、その後、こちらに。そうなんですね、2回、はい、酒蔵ルネッサンスっていうお酒、そうそうそう、 あのそこにもあるんですけど、日本盛りも格子化も格高も、みんな西宮に浄土商を持っていくので。なるほど。みんなが一堂に会し、そういうイベントを行っている。西宮はお酒の街で、ね、そうです、そうです。あ、これ、これ何ですか。お友達なんですね。すき焼きのバッグも、はい、ちゃんと置いていただいてます。はい、これ大切なところ。大切なところ。はい、はい、はい。はい、ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。バイバイ。はい。バイバイ。はい。甲子園欅散歩道って、ここから近いんだけど、はい、そもそも、どれぐらいの距離あるんでしたっけ。2キロ。そうですね、はい、向こう側のところからそこの甲子園の、甲子園筋まで、うん、およそ2キロのところを、まあ、そんな風に呼ばれてるんです。はい、結構距離あるね。あります。そうですね。その大体場所が甲子園駅からどれぐらいの距離なのか、そういったものを今日は教えてもらえる。はい、その距離感をね。でも2キロもあるんでしょ。そう、ちょっとね、歩くのにあったらちょっとビデオで収まらないんで、うん、ちょっと今日は秘密兵器を。秘密兵器、はい。なんでしょう、なんでしょう。じゃじゃん。そうですね、今日は自転車で。はい。しかも、このマギが乗ってる自転車は欅号。欅号。ちょっと笑える。
かっこいいね、なんか。お、なんかドリンクホルダーついてるよ。はい、ついてるついてる。こんなん売ってんねん。売ってる。ほら、サドルがなんといっても。これマギー用にカスタムしてもらったやつじゃなくて、普通にこの形で売ってる。売ってます。まあまあ、こういうのは後で付けましたけど、カゴとかはね。まあ、じゃあ、甲子園ケーキ散歩道に来られた方が、はい、この自転車見かけた時には、まあ、そこでご飯食べたり、可能性は高いです。先生はもう普通のノーマルの、はい、ロードバイク。かっこいい、かっこいいようですね。はい、じゃあ今日はこの自転車で一緒に、はい、ケーキ散歩道の端から端まで、そうですね、いっぺんにご案内いただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます、じゃあ僕もついていきます。はい、ここはあれやね、自転車は押して歩く場所やね。はい、あ、書いてます、書いてます。自転車は降りて通ってください。なるほど、駅降りてまず北側に高架を、そうですね、これ今ここに、あ、ホームの下ね、これ今工事中なんかな。もうちょっとかかるみたいですけど、だいぶほど綺麗になりました。じゃあ工事が終わるともうちょっとここは通りやすくなる。そうですね、これが広くなるんじゃないかな。なるほど。はい、駅の高架をまず北側にくぐります。はい、ここからは自転車道。あ、ここから自転車乗っても大丈夫。はい。はい。高架をくぐって一つ目のまず信号ですね。これがまず一つ。そこ見えてます。こう。あの桜の見えてる。あ、じゃあ高架をくぐって二つ目の信号からが甲子園欅散歩道のスタートということで。じゃあまずはスタート地点に向かいましょうか。ちゃんとね、信号も守って。自転車はあの歩行者の方が優先ですんで、歩行者の方に。はい、危ないように、はい、気をつけながら、はい、良い子は運転しましょう。はい、はい、変わりました、行きます。はい、春ですね。そうですね、桜が満開で、今日が満開ですかね。いいね、今日ちょうどあれでしょ、今日この撮影してる日は小学校の入学式。そうなんですよ、はい、さっきまで小さい1年生だけが。あ、いいですね。ちょっとね、天気がこうスカッと晴れてないですけど、その分桜が綺麗に咲いてくれてるんで、はい、今日までちょっと雨だったんで、新しいなんか1年をお桜がね、そうですね、応援してくれてるような気がします。わー、桜綺麗な、知ってるかな。到着しました。はい、というのは甲子園球場から2つ目の信号を右に曲がっていただくと、うん、あります。もう甲子園もそこにすぐ見えてます。なるほど、駅が見えてる、甲子園のライトも見えてます ね、 見えてますね。自転車だったら約1分2分、もう1分2分ですね。はい、歩いても多分5分もかかってないと思いますね。そう、はい、じゃあ駅から降りて5分ほど、はい、で北が北側に行ってもらったら、北に行ってもらうと、はい、甲子園欅散歩道の入り口があります。あります。
で、入り口には江川鹿さんと甲子園野球さん、ちょっと行ってみましょうか、はい、これが目印ですね。はい、甲子園薬局さんと井川鹿さん、はい、この緑の大きな看板、これが目印ですね、はい、これが甲子園欅さんとの日のスタート入り口です、はい、じゃあどんどん進みましょう、はい、これずっと並んでる並木は欅ですか、この時期にはこの足きれいに剪定されてるんですね。そうですね。近々全部リニューアル、どうやってやるんやろ、リニューアルって。植え替えんのかな。おっと来ました、甲子園欅散歩道入ってすぐにあるのが噂の清左衛門さん。天下お昼ちょっと早いかな。いきなりマギーはすぐ食べること考えちゃう、はい、またじゃあ、 後ほど結構お邪魔しましょう、はい、そしてあ、焼き鳥屋さん、ここも有名ですね、美味しい焼き鳥ならながら、そしてそして、あ、ここ前お邪魔しましたよね、お、ジオラマ、あ、本当や、子供に大人気のジオラマがあります。スーパーヘア瀬尾さんです。亀もあるし、ヌレカもいます。で、最近欅に加わった本屋さん、ヌレカもヌル処方、小さな本屋さん、本屋さん、結構でもなんかこの地域の人たちにとって欲しい本が充実されてる、そうですね、はい、で今本って単語の翌日には届くみたいなんで、うん、本当になんかこう注文して待たないといけないとかっていう時代じゃなくなったみたいなんで、僕もよくここで、お願いして、じゃあ欲しい本は、リトル消防さんとかにお願いすれば、はい、すぐ翌日届くと、はい、届きます、はい、ぜひとも必要な本はアマゾンもいいけど ね、リトル消防さんでお願いするっていうのもありです。ハミングさん、何屋さん？美容神宮のハミングさん、はい、店はもちろん欅散歩道の中にあるんですけ ど、うちと一緒でちょっと中に入ったところ、ウェイカーの真裏にあります、はい、はい、またお店取材にお伺いしていいですか、ね、よろしくお願いします、はい、すごい女性用です、女性専用、じゃあ僕はダメです、はい、じゃあ女装してきてください癒しの空間ですよ、はい、すごいな、ぜひぜひ邪魔させていただきます、はい、またありがとうございます、ありがとうございます、いいタイミングでありがとうございます、はい、一緒に並んでいただきましょう、はい、行きましょう、はい、ではどうぞ、カメラさん到着。ここはまだ取材させてもらってないよね。お、なんか表彰されてますよ。隣の人間国宝さんに選ばれて。隣の人間国宝さんにそのお店取材されたんですか。はい。で年賀状も作ったりとか、年賀状もすごく綺麗にオリジナルで、写真の現像とか、はい、その証明写真、あ、そうですね、はい、その時にはナルオカメラ、はい、甲子園店にぜひともお越しください、はいはい、そうですね、はい、
なになに、何屋さんですか。ちょっとハマってるんですけど、ちゃう。今日広くここ行きたいなと思って。南イタリア料理とか。そうそうそう。美味しいピッツァであるとか、はい、パスタであるとか。皆さんも美味しい。うん。ね、時間あれば今日行きたいなと思って。もうあれやね、もう食べたいところだらけ。だいぶ超美味しいでいっぱいあるんで悩むんですけどね。最後行っちゃいましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあ張り切って。